こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマは霊界が動くタイミングとはということでお送りしたいと思います。霊界が動くというテーマなんですけども、要は霊界というものがあって、私たちが生きている、世界は現世というふうに、スピリチュアル的には呼ばれるわけですね。で、その現世と霊界の違いというのは、いろいろな観点で、表現することはできるんですけども、実は面白い性質があって、今日はそういうちょっと霊界と現世の大きな違いという視点で、で特に霊界が動くタイミングっていうね、それをテーマに話していきたいんですが、例えばなぜ最初に現世の話をしたいんですけど、現実の私たちが生きているこの世界、物理的なフィジカルな世界ですけども、これが例えば変わったり状況が変化すると、要はそれを動くと表現しますけども、現世が動くタイミングってどんなタイミングでしょう。おそらくこれは自明で簡単なことで、何らかのアクション行動を起こした後に状況が動くわけですね。だから例えば、そうですね、旅行を計画したとしましょう。海外に行きたいと。で、そうだな、どこでもいいんですけども、じゃあハワイに行こうかと、ね、ハワイ旅行を計画したと。で、ハワイに行くために旅行会社に行き、旅行代理店に行き、いろんなプランを模索して、で、なんかこの7泊8日のプランがいいなと、でお値段もお得だと、でいろいろ込み込みで結構安く済むと。で、それを申し込み、でチケットを受け取り、で行く当日になったら、飛行機か飛行場かなんかに行って、そのハワイ行きの飛行機に乗り、で飛行機に乗って何時間か飛ぶわけですよね。で、ハワイに着くと。で、ハワイに着いて、ハワイ旅行が始まるという感じですよね。つまり、そうやって行動しながら変化していって、ようやく、その行動を積み重ねた先に、ハワイ旅行が実現するわけですね。じゃあ、霊界はどうなのっていう話なんですけども、霊界っていうのは不思議なんですね、これ。現世のその法則は当てはまらなくて、実はもう霊界っていうのは決めたタイミングで動くんですね。つまり先ほどの旅行の例で言うならば、ハワイ旅行行こうと思った瞬間にもう霊界ではハワイ旅行がもう実現してるわけです。実現の方向でもうガッと霊界が変わるわけですね。つまり意識し、そうやろうって決めた瞬間に霊界って変わるんですよね。変わるって言っても、その大きな意味での転換ね、霊界転換という意味ではなくて、そういう霊界の方向に変化が起こるっていう意味で、決めた瞬間に霊界って動くんです。で、これだけ言うとですね、何のことかちょっとよくわからないかもしれないんですけども、ちょっと例を言うと、例えばよく面白いことがありまして、例えば条例という、ヒーリングメソッドがありますけれども、条例というのはですね、行っておりまして、条例をするためには、例えば私の場合ですと条例の申し込みということをしていただくんですね。で、その後その申し込みに対して、いろいろとそこに書かれていることを吟味し、いろんな三庭という霊的調査を行って、実際に条例を行って、で完了と、で完了報告をするみたいな流れがあるんですけども、不思議なことにですね、条例に関して状況が動くタイミングって、条例が行われて完了してそれで終わりなのかと、そのタイミングなのかというと、そうではないんです。実は条例受けようと思った瞬間、もうなんか条例受けるっていう霊界が動くんですね。そうするとですね、不思議ともういろんなことが動き始めちゃうんですね。だから条例に関してよく言うのが、条例をしようとすると、その変化によっていろんな霊障的な霊的障害が浮かび上がってくることがあったりして、
多少なんか気分が落ち込んだり、あるいはなんか変に高揚したり、あるいはすっきりしたりとか、そういう反応が出たりする場合があるんですね。それってね、いつの段階で出るのかっていうと、条例受けようって思った瞬間に、条例しようと思った瞬間に出るんですよね。で、その条例を行う実施者、取り次ぎ者としての私にも実はいろんな変化が起こってくるんですけど、そういうのも条例受けようってその人が思った瞬間に来たりするんですね。で、なので不思議なんですけど、条例申し込みがある1週間2週間前ぐらいに、ね、もうちょっとまあその辺のスパン短い場合もありますけど、なんか変なことがいっぱい起こると、なんか調子が出ないということが起こったりするんですね。なんでかわかんないです、その時は。なんだろう、自分疲れてんのかなとかね、何か問題があることをしてんのかなとかね、何らかの戒めが起こって守護霊からの警告かなとかいろいろ思うんですけども、まあそういう場合ももちろんあるんですけど、だけどもなかなかその思い当たらないと、なんでかなと思ってると、その後に条例のそのね、遠隔条例とかの申し込みが来るという場合があります。で、この辺はですね、本当不思議なんですけど、条例以外にも守護霊アドバイスっていうのがありましてね、守護霊様の、まあ、そのお言葉というか、コメントを取り次ぐというね、やつもあったりするんです。そういうのも同じで、なんかこういう言葉というかメッセージみたいなものが何度も何度も現れてくると。なんでだろうなと思ってくると、守護霊アドバイス申し込みが来ると。そうすると、ちょうどその言葉が回答となっているようなね、そういう申し込みが、後から届いたりするんですね。なので不思議ですよね。普通は現実的なその流れで言ったら、申し込みを受けて取り次ぎをして、こうメッセージがあってそれを伝えるのは、もちろんそういう流れなんですけど、現実的には、ね、だけども、もうその前段階でもう決まってるんじゃないですけど、なんかメッセージ受け取っちゃってるみたいなこともあるんですよね。不思議なんですけど、なぜそういうことが起こるかというと、もう霊界においては、その決意した瞬間にまず動き、申し込んだ瞬間にさらに大きく動き、その後にいろいろとやっていく中でさらにこうダメ押しで出てくるというね。なので動くタイミングってね、現世次元と違うんですね。現世次元の場合は行動し、行動を積み、行動一歩踏み出した時に現実的には影響が少し出てきて、積み重ねていく先でようやく大きな変化があるんですけども、霊界の場合は決意した瞬間にもう変化が訪れて、それが行動に出た時にはだいぶ変化しているということになるんですね。なのでその前段階で結構霊界っていうのは動いちゃうんですね。なので不思議なことは結構起こるんですよね。なんかもう決意した瞬間にいろんな反作用が出てきたりとかですね、いろんな妨害が出てきたりとかね、いわゆる放難システムが波動したり、自害意識が動いたりっていうのは全部霊界のタイミングで動くんで、ね、霊界が先に動いちゃうので、そういうことが起こるんですね。で、この間もなんかそのね、受けようと思った瞬間にいろんなことが起こってきますというね、結構そういうフィードバックが、ちょうど受けようと思っていたら、そういう、なんでしょうね、メールを、メルマガで、ね、自分に必要な情報を受け取りましたっていうのも同じなんですよね。霊界が最初に動いて、で、後から現実がくっついてくるということになるので、まあ、だから、何事も霊界の方が先なんですよね。なので、その辺のタイミングって違うんだなっていうことを覚えておくと、実は霊界はもう、思い立った時に動き始めてるんだよというね、そういうタイミングがありますということを、まあ、今日はちょっとね、お話ししてみようかなということで、まあ、霊界が動くタイミングとはということで、ちょっとお話をしてみました。ということで、今回もシゴスピラジオを聞きいただきましてありがとうございました。シゴスピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。またシゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回のシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。